と人物追加されてたのでちょっと読んでいきましょうか。沢先生ですね。私立清涼高校の教師、30歳、2年2組の担任を受け持つ教師で、担当科目は英語。教育熱心で教職者としてのプライドは高いと。はい、そこね、あの2年2組でいじめが起こってるということが前回分かりましたね、ということでですね、じゃあ今回もやっていくんですけれども、ケースファイルあれかな、更新されてるかな、あ、されてないね。よし、じゃあやっていきますか。はい、2階階段のカメラがね、故障したのか何なのか黒画面になってたので、まあちょっとね調べましょうということでやっていきます。おっと、よいしょ。じゃあ今回あの2年2組のいじめ問題解決なるかって感じなんですが、あ、ちょっと待って、下か。教室になんかスピーカーを仕掛けて何かをするらしいですけども。どうですか、矢上氏、何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、バレてんじゃん。あ、矢上氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人。盗撮魔です。バレんの早いな。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。うん、レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。おお、分かったから甘さは、お前は甘さは耳を澄ませ冒険に出すな。そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。手だれ、まんまと罠にはめられました。そうだね、マジかよ、ここで捕まったただの盗撮犯じゃねえか。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、こら、あ、クソ、なんでこんなことに。とりあえずあそこに行けってことかね。お、アスレチック要素。いや、怖い。いいですか、矢上氏、これはちょっとまずい状況なのでは。なのでは。分かってるって。どうだったっけ。あ、そう、アスレチックアクションね。鉄骨自体、アスレチックアクション中にパイプや鉄骨を掴んで移動することができます。 L スティックで左右移動、場所によって丸長押しプラス上下で上り下り。そう、グリップゲージっていうのがあるんだった。横、横。怖い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 。これ大丈夫なの？他に行ける場所を探さないと。ちょ、お。やべ。この上じゃ人目につくな。矢上氏。正面に体育館の屋根に登るはしごがあります、うん、ひとまずそこに向かってください。わかった。矢上氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。何？そっか、とりあえず了解。これバトルになるのか。ちょっと待って、どこだよ。どこだどこだ。あ、よし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 。屋上へ着いたようですな。着きました。さっきからどこで見てるんだ。ドローンですよ、矢上氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのです。怖っ。たく簡単に言うよな。本当だよ。よし、アスレチックアクション、幅跳びジャンプ。助走をつけて飛び出すことで幅跳びジャンプをすることができます。助走の速さによって飛べる距離が変化するので、遠くに飛ぶ際は大きく助走を取りましょう。マジで行くか。
うわ、いける？あ、いけたわ。矢上氏、もう何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え、いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。ドキドキしてきた。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。ステルスか、苦手なんだよな。そんな風に言われると弱いですね。了解です、矢上氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。いや、緊張するんだけど。ねえねえ、やっぱりスティール。もうもう、先ほども申した通り、矢上氏が安全に目的地にたどり着けるよう、はいはい、私がナビゲートします。頼むよ。ですから無線はこのまま切らずにいてください。はい、分かった。頼んだぜ、つくも。カメラ操作、ちょっと待って、見る。こういうのあったな。お、どっか行った。閉めた。こっち側抜けられそうだ。なるほどね。よし、行くぞ。今何階にいるの？また一個降りなきゃダメだな。ほい、見る。くそ、2年2組はすぐそこなのに。仕方ありません、別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。はいはい。矢上氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？また上行くかい。警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。はいはい、屋上へ行ってみるか。はい。ほう、そのまま上に登ればいいのかしら。おう、おう、いるし。なんだよ、ここも当選簿か。申し訳ありません、どうやらそこは死角だったようです。参ったな。矢上氏、その場所に警備は何人いますか？後ろから首絞めるか。一人だけだけど。一人ですか。であればそこの警備にはどいていただきましょう。どいていただきましょう。何か策があるのか。矢上氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれ？あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。あれ、こんなものもらってたっけ？そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。ほう、なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。胡椒？おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、物は試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。まあ、グレイセスはテイルズのグレイセスだとね、胡椒のおかげであのでっかいモンスターの口の中から主人公たち脱出できましたから、まあ、胡椒は舐めたらいけません。でスモークボール、カバー中敵に照準を合わせ R2 でスモークボールを投げることができます。スモークボールが命中すると一定時間敵に気づかれなくなります。スモークボールの効果発動中敵を締め落とすことが可能ですが、学校の警備員など矢上に明確な敵を示さない相手は締め落とすことはできません。なるほど、そういうことか。そういうことか。よし、じゃあ投げます。ポイ。ドア開けて、オッケー。すごいな、効果はバッチリだ。そのようですね。矢上氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。あ、はい。あ、わかった。めっちゃいるやん、生徒たち。どこ行けばええねん。屋上にもこんなに人がいるのかよ。隠れる場所も少ないし、警備員に見つかったら逃げられそうにないな。
え、ちょ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 、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん。これどうすればいい、これ。謎の実見つからないようにって、これ見つかるよな、明らかに。ダッシュで抜けるわけにもいかないし、どっかから上に登って、あ、え、これはしごですけど、ここから上に登っていけないのかしら。あ、無理無理。え、これ頑張って抜けるしかない感じ。あ、ちょちょちょ、いるやんけ。よしよし、あ、よかった。あ、生徒に紛れて警備員いんのか。これちょっと気をつけにあかんな。よいしょよいしょ。いけるいける、走んなきゃいけたっぽいな。やったぜ。つくも、聞こえるか。このまま降りてくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。うん、今現場がどうなってるかわかるか。調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、よしよし。お、なら行けそうか。警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。閉めるか。よいしょよいしょ。あ、ちょっと待って、これ落とし物じゃないの。ちょっと待って、コインを投げる。あ、あったな。なんだろう。あぶね。締め落としはできない。あぶね、あぶね、ばば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 。よし。あ、普通にいるやん。ちょちょちょ、怖い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 。危険かな、ドア開けたら。じー。いるし。おい、早い行け。あと 50m なんだよな。変だな。待って、この間にいける。怖い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 。ふう、ドキドキする。大丈夫かな、これはもう大丈夫かな。よし、ありました。ふう、見つかることなく。イエーイ。さて、じゃあスピーカーを設置しましょう。2年2組に着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようですぞ。どうでやるぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。うん、わかりました。さてと、高田さんの机はどこだったっけ。まみちゃんの机はここですね。はい、この辺りだったな、彼女の席は。それじゃ周りに仕込むスピーカーを、音がこっちを向くようにと。つくも、そっちからスピーカーに声くれる。あ、テステス、こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テス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 。いいね、さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか。ああ、やれることはやったと思うよ。課金所ども。お、ストップ、ちょっと待った。誰か
ヤックンたち呼んでこい。ヤックン、さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだけど、なんか見た顔だと思ったんだよね、昼休みの時にさ。やっぱり見てたか、お前。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、矢上氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫、うまく切り抜ける。さあどうする、矢上。あ、なんかあれ、ラグビー部か、アメフト部か、来たな。何、うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコってもオッケーなんだ。本当に新宿高校か。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった、俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。ちょ、学生怖い。やるか。何やる。ヤックン、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。え、どんちゃん騒ぎして捕まるってやがみ。え、あ、なになになに、お、かっこいい。マジか。おお、りゃー、やべ、やべ、離すなよ。くらー、ほら、逃げるか、逃げるか。さすがキムタク、気合の入った変態じゃね。変態。あらか、結局やるんかい。よし、やるか。矢上氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。変態扱い。その見出しはきっとハレンチなものになります。ハレンチ、冗談じゃねえ。やるしかねえか。やるしかねえな。これ M、 ヤックンだけ HP 高いのね。よいしょ、パウダー。で、あとはアメフト2人組か。これ1点目か。1点。あ、ヤックンボス扱いかよ。なになに、モータルアタック、ストーリーやエンカウントバトルで出会うボス格の敵はモータルアタックと呼ばれる全身に強い陶器をまとった必殺技を繰り出していきます。これらの攻撃を受けると大きなダメージを受けますが、ヤガミはこれに対応する反撃を行うことができます。モータルリバーサル、モータルアタックが当たる直前に×を入力し回避に成功した瞬間に丸が表示されます。小丸を入力すると敵の必殺技の開始技モータルリバーサルが発動。わお、マジか。あ、こういうのね。なるほど。いててててて、まだお前がいたか。東京で働いてた頃お世話になった取引先の会社の人が井口さん、懐かしいですね。私がね、仕事辞めるって時にね、あの取引先の会社の人だったんですけど、なんか送別会みたいなのしてくれて、いいことでした。でもバトルになるなんて悲しいよ。はい、オッケー。少し大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。矢上氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、分かった。これ保護者に知れ渡って超大事になりそうなんだけど大丈夫かな。横浜99課に戻ろう。海藤さんたちもそこにいるはずだ。 OK。
よし、じゃあ戻りますかね。遠いんだよな、ちょっとやっぱあれか、スケボー使っていくか。あ、懐かしい、ここあのハマコさんのところだよな。この辺にさ、あれもあったよね、サバイバー。サバイバーあんのかな、そういえばここ。よし、この辺だったよね、サバイバー。オッケーオッケーオッケー、オッケー。しばらく寝とけって、しばらく寝とけって。サバイバーこの辺だったっけ、どうだったっけ。一番聖火とかもあったよね、夏。ハーバーライト、あ、サバイバーあんじゃん。え、マスターいんのかな、ちょっと行ってみていいっすか。ちょっとどっち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 、こっち。マスターというの、あー、サバイバー柏木さん、柏木さんいる？あ、いるし、いるし。いらっしゃいませ。注文受けたまわります。あれ、ちょっとこんな女の子の店員いたっけ？ちょっとどうせだったらなんか飲んでいくか。あ、あ、冷麺ある。やっぱ柏木さんなんだ。柏木さんといえば冷麺だもんね。じゃあどうせだったら冷麺食べますか。よし、いただきます。いただきます。いただきます。これは、お、ドロップ、ごちそうさま。ありがとうございました。え、柏木さん、お話できないの、マスター。ちょっと嬉しいけどさ、ちょっとサブイベント期待しとこう。あると嬉しいけど、柏木さん。じゃあ移動します。戻ってきました。いや、なかなかスケボー操作が難しいですね、まだちょっと慣れないけど。移動が早くなるのはいいね。しかしターボーが変態で捕まりかけるとそんなドジ踏まないって。俺はいじめっ子連中はいい気味だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない。そしたらもう甲田さんもいじめられないし。何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃ、もうこの手の依頼は来ないね、杉浦くん。八神さんがそれ言う？するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちが物を言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。うん。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。オッケー、じゃあソファーで休むと。ないね、じゃあ休みますか。とりあえずちょっとストーリーをガンガン進めていこう。はい、清涼高校にこう例のいじめに型をつけてやるんだ。じゃあ行きますかね。カイトさん来ないの？さて着きました、学校。で、中に入っていきましょうか。さあ、スピーカーをね、マミちゃんの机につけたのはいいんですけれど。さあ、八神流いじめの解決方法、どうするんでしょう。たまには一緒に飯行こうぜ。ええじゃねえって、こうだ。早く行くよ。今日マッツー朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。一緒だこいつ。本能むき出しで生きてんのな。ほーら待てよ。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、
いちいち呪い。ああ、気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい、誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって、俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。なんだ。毎日毎日女の子一人にご苦労さん、あれでいい気になってんだから、うん、めでてえよな。何みんな、ちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな、エロ女だってさ。よ、清純派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ、あ、何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよ。お、いいね。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。もう高田に構うなよ、お前ら。そうだ、高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ、早く出てけよ。おーおー、確かに言ってた。出てけ出てけ。よし、行け行け。ノリノリやな。いやでもいいぞいいぞ。なんだよお前ら急に。おい待つ、これって。もう行こう。お前らが異端児なんだよ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ、自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。傍観者効果。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない、他の人がやらないなら自分だけやる必要はない、このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとドッと続くでしょ。あれ可愛いよね、ペンギンの。ファーストペンギンですね。ファーストペンギン、あれ可愛い。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。あ、一緒にご飯食べようって言うんだ。あいつらもういないから大丈夫だよ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が、うん、たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、うん、それはもちろんです。失礼します。先生も頑張れよ。おい、せっかくうまいことやったんだ。先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、
これはとんだ失礼を。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？誰だ？あ、源田先生。いけね、そういや横浜に来てること言ってなかったな。すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。あ、沙織さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ。横浜に来ててさ。え、そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ。清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん、ん、聞こえる？清涼高校というのは偉人町に近いあの、うん、そんなに有名？やっぱあの三井寺さんのやつ。2ヶ月前に繋がるのか。そちらで教育実習中の大学生が失踪しています。来た。ある日突然。はい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 。そういえばそんな話聞いたかも。理事長からな。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越柴弘。あ、先日他殺体となって発見されました、偉人町のハイビルで。ちょっと待って、三越柴弘ってさ、あれだよね、三石さん演じるあれ江藤だっけが、そいつによって息子が殺されたって言ってたよね。あ、教育実習生だったんだ三越柴弘って。でそいつがね、あの江藤の息子を殺したって言ってたと思うんだけれど、繋がったな。早いな、繋がるの。え、腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が三越柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。そう、私が弁護してた江原という痴漢で。江原ね、現役の警察官です。2ヶ月前、三越柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。そう、じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。でなんかアリバイがあるんだよね。そのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。はいはい。それを江原は息子の同級生だった三越柴のいじめのせいだと考えています。ほう、息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。
そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。6ヶ月の実刑だったっけ？このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？あ、ちょうどおるで。そうであれば、うん、失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。いやー、面白くなってきたね。お、これで、一章終わりかな。 OK、 前回まであらすじ。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として、そう、強い復讐心を抱えていた。そうなんすわ。はい、じゃあ2章やっていきますか。殺された加害者御子柴のことかな。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明弘。新宿区の交番に勤務する巡査長、年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は御子柴弘と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が御子柴からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。いじめ裁判の件は理事長からも聞いた話だ。ただ江原の方は判決に納得できなかったのかもな。当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、八神さん。でも一つ気をつけてください。ん？御子柴弘が殺された事実はまだどこにも報道されていない。ああ、そっか。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。はいはい。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが御子柴の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ。御子柴の写真は後で送ります。それと、まだ注意することがありました。何？江原には
一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。控訴は判決が不服な場合にもう一度法廷を開くことだ。もう判決の翌日から14日以内に申し立てなければ不服なしとして刑が確定する。ということはもう牢屋にぶち込まれちゃうということですよね。そうなったらいい。実刑判決。この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。すみません、まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって、とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ。ごめん、ちょっと待った。あ、この人ね、三越馬博、結構イケメンさんじゃない。こいつが三越馬博、他殺隊で見つかった教育実習生。悪い、怪盗さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。え、よし、じゃあやっていくか。お、ケースファイルに情報が追加されました。ちょっと見ますかね、どうせだったら。ちょっと待ってよ。星稜高校関係者、お、江原明弘、江原敏郎の父親で警視庁の巡査長、息子の死から4年後都内の電車内で痴漢行為を働き逮捕された、はい、息子さんね、個人4年前に私立星稜高校の3年生だった。父親は警視庁の巡査長江原明弘で、この人が三越馬博ですね。かつて私立星稜高校で江原敏郎へのいじめ加害生徒として名前が挙げられていた。大学へ進学し教育実習生として4年ぶりに母校に通っていたが突然失踪。その2ヶ月後に伊勢崎異人町のハイビルで他殺体となって発見された。あれだよな、でもなんかいじめっ子がさ、こう教師になってさ、いじめしたらいけないっていうのもさ、おかしな話というかさ、どの面下げて言ってんだろうって思っちゃうよね。ね、よし、これも更新されてるかな。お、更新されてるね。お、サバンがさ、黄色に表示されるのありがたいですね。そう、高校3年生の江原敏郎18歳が自室のドアノブにくくりつけたタオルで首を吊り倒れているのは母親が発見と。江原敏郎の父親明弘は自殺の原因は星稜高校内でのいじめにあると主張しており、その加害生徒として同級生の三越馬博の名を挙げているというわけですね。じゃあここ、異人町教育実習生殺害事件同じかな。お、ちょっと変わってるかな。いじめ加害者、加害生徒として名前が挙げられていた。今から2ヶ月前、教育実習生として母校に通っていたが突然失踪。その後伊勢崎異人町の廃病に他殺体となって発見されたと。で、電車内で女性の体を触ったとして迷惑防止条例違反で逮捕されたが、その2ヶ月後法廷で異人町で発見された死体の身元が三越馬博であると発言して事件との関与をほのめかしたと。ここも更新されてるかな。まあ全部読むか。2021年10月7日、私立星稜高校で教育実習中だった三越馬博22歳が失踪。その約2ヶ月後、横浜伊勢崎異人町にある廃ビルから不審な煙が上がっているとの通報を受け、駆けつけた消防隊によって腐敗の進んだ他殺体が発見された。三河都内で痴漢として逮捕されていた現職警察官江原明弘53歳が異人町の他殺体は三越馬である旨の発言をしている。その時点ではまだ死体の身元は判明していなかったが、間もなく神奈川県警の調査でその事実が裏付けられた。江原息子敏郎、去年18歳の自殺の原因を三越馬のいじめであるとしており、三越馬殺害に何らかの関与があったと考えられるというわけですね。あともう一個、新宿駅構内迷惑防止条例。あ、そう、これが痴漢だよね、江原が起こしたやつ。あ、これは関係者、あ、間宮由衣被害者、都内の女性会社員、出勤途中池袋駅から電車に乗り合わせた痴漢に体を触られ、スカートの中にまで手を入れた。わー、それはちょっと嫌だね。新宿駅に到着した際に車両内で痴漢の手首をつかむが、駅本前に逃げられ走って追いかけた。おー、で、江原明弘被告人、
警視庁の現職警察官巡査長、2021年10月の中に電車内で女性の体を触った痴漢として迷惑防止条例違反で逮捕された。で、被害者女性から痴漢指摘されて逃走後、駅ホームで通行人らに取り押さえられた。その際手のひらからは被害者女性の下着の微物が採取されている。微物ってなんだ、繊維とかか。いや、なんかやだね、なんかかわいそう女の子。証拠、新宿駅防犯カメラ映像、新宿駅ホームの様子が映された防犯映像、2021年10月7日午前9時12分、無数にある防犯カメラにより逃走する痴漢とそれを追いかける被害者女性の姿が捉えられている。まだあるぞ。通行人撮影のスマホ動画、通勤客の一人が撮影したスマホ動画、2021年10月7日午前9時12分、新宿駅ホームで江原明弘が周囲に取り押さえられている様子が捉えられており、その後テレビで何度も放映された。で、微物検査報告書、逮捕直後に江原明弘の手から採取された、微物検査の報告書、被害者女性の下着の繊維と一致する成分の検出を記録されて、あ、やっぱ繊維なんですね。で、詳細、2021年10月7日午前9時12分、新宿駅着の電車内で女性会社員30歳が痴漢に遭い、スカートの中に手を入れられて触られた。被告人は現職の警視庁巡査長江原明弘53歳。被害者女性に痴漢を指摘されて逃走後、同駅で周囲の乗客数名に取り押さえられた。その様子は駅構内にある複数台の防犯カメラや通行人らのスマホで撮影されている。しかし江原は無実を主張し、犯行の事実を否認していると。よし、じゃあそういう感じですね。サイドケース、あ、サイドケースいろいろあったな。これスケボーの話ですね。へアニメのフィギュアが30万かと。まだガールフレンド出てきてないですね。ということで、じゃあ今回ここまでにしておくか。じゃあ、次回ね、理事長と話して、まあね、三越芝浩の話とかいろいろ聞いていこうかなと思います。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。